パート2続編は、イギリスのジョン・バニアンによる、偶意物語。プロテスタント世界で最も多く読まれた、宗教書とされ、特に、アメリカへ移住したピューリタンへ与えた影響は、若草物語にも見える。シティ・オブ・デストラクションに住んでいたクリスチャンという、男が、巨栄の死や、破壊者アポルオンとの死闘など様々な困難を、通り抜けて、 天の音にたどり着くまでの旅の記録の体裁をとっている。この旅は、キリスト者が人生において経験する葛藤や苦難、そして理想的なキリスト者の姿へと近づいていくその過程を偶意したものであり、登場人物や場所の名前、性質などは、それらのキリスト教的な人生観、世界観に基づくものになっている。などがある。天炉歴帝の最初の日本語訳は、 71雑報、雑報社、1876から1877年に連載され、単行本として最初に出版されたのは、医薬天炉歴帝。この本の現代、巡礼者の皇帝が天炉歴帝となったのは、これに先行した、漢文訳及び、漢語白和文訳の天炉ほどを受け継いだもの。ありがとうございます。